リンパ節の腫れが多く、20%程度報告されています。とのことなんで、なんかちょっとやだなぁなんて思っていました。コンビニでこんなあたりを買ってきました。ワクチン接種3回目終わりました。今日はですね、新型コロナウイルスの第3回目のワクチン接種やってきます。1回目、2回目とと,ともにファイザー製のものをやったんで、3回目はモデルナ製にしました。 えー、書類をいろいろと確認しているんですが、ちょっと気になるところがあって、ここ、副反応についての第3番目。追加接種では1回目や2回目の接種と比較して、リンパ節の腫れが多く、確保20%程度報告されています。とのことなんで、なんかちょっと嫌だなぁなんて思っていました。で、副反応に備えて、諸々と準備をしているところですが、まず、これ、 まあ、いわゆる熱さまシートですね。あとは頭痛薬的なものとして、各種、各種様々頭痛薬が揃っています。このロキソニンに至ってはですね、これまだ未開封なんですが、開封済みのものが箱入りで、えー、と薬箱に何個か転がってるんですよ。どんだけ計画性がないんだよってことなんですけども、この手の頭痛薬というか、鎮痛剤はですね、外出中とかに突発的に必要になってきちゃって、で近くの 薬屋さんに飛び込んでロキソニンくださいって言って買うっていうことが多いので開封済みのロキソニン特にロキソニンなんですけども開封済みのロキソニンが薬箱にゴロゴロ転がるという事象が発生するということなんですよと言い訳しておきます。で、えー、と頭痛薬があってあとはむき出しなんですけどもカロナールこれは、えー、と解熱剤か解熱剤ですね。といったところで薬系のものは大体い揃っていてあとは食事ですね。 えー、ゼリーとあと、経口補水液あそれがないんで、コンビニかどっかに行って、買ってくれば大体準備ッケーかな。あそう,そうあとこれか。なんか書類、を書類を書かないといけないんで、それを書けば、準備、OK、といったところでしょうか。はい、それでは、夜第3回目のワクチン接種やってきます。とりあえず、コンビニでこんなあたりを買ってきました。パウチパックのゼリーが3つ。あと、プラスチックよっきりのゼリーが2つ。ちょっとゼリー多いかな。 まあ,いっかあと飲み物で世界のキッチンからのソリティーライチが2本ポカリスエットが1本こんな感じかなところでこのプラスチック用切りのゼリーって開ける時って必ず水分があふれ出ちゃうんですけどあれ出ない方法ってないですよねもしあの特別なっていうかこういう開け方をすると、えー、開けた時にも水分が漏れずに済みますよっていうのを知ってる方がいたら教えてください。 必ずあの水分があふれ出て手にべっちょりついちゃってすごく嫌な気分になっちゃうんですよね。なのであんまりこういうタイプのゼリーは好きじゃないんですけどまあしょうがない。この「世界のキッチンからのソルティーライチ」ってほぼほぼレギュラー化したと言ってもいいですよね。確かかここののの世世界界キッチンからっってていうシリーズはそ、まあ、それこそ世界各地で取り寄せたものを使って 飲み物だったりとかを期間限定で販売している、えー、シリーズだったと思っているんですがこのソルティライチは常に売ってるんでレギュラーで発売してるんだろうなと思っていますこのソルティライチ大好きなんでレギュラー化はすごくありがたいです今日のおやつです今日のおやつはセブンイレブンで買ってきたミニドライチゴレアチーズだってこれすごいちっちゃくて手のひらに乗っちゃうぐらいちっちゃいです もしかすると一口で食べられちゃうぐらいちっちゃいです。それではいただきます。あんまり甘くなくて、いちごのホイップクリームとレアチーズのクリームがなかなかまろやかです。結構美味しいです。これもコーヒーに超合います。セブンイレブンで買ってきたミニドラ、いちごレアチーズ。美味しかったです。ごちそうさまです。いちごの酸味とチーズのまろやかさがいい感じでした。 ワクチンの3回目の接種に向かってるっていうか、ほぼほぼ、えっ、ー、と、会場に近いんですけど、えー、っと、その、ワクチン接種ってほぼ、肩のあたりに打つので、脱ぎやすい格好で来てくださいって説明書に書いてあったんですよ。それなので、これの下、結構薄手、薄手なんですが、おかげで超寒い、寒いです。しかもちょっと風があったりして、その、風が吹くたびに、 ブブルブル震えちゃうというそろそろ会場だ会場着きました集団接種会場ここでワクチン3回目打ってきます寒い寒いじゃあとりあえずカメラオフにします 3回目ワクチン接種3回目終わりましたまだ打ったばっかりなんで痛みとかは全然ないですね腕が厚いとか重いとかそういった症状もまだ出てないですさあじゃあ戻りましょう、えー、今回はモデルナを打って、えー、副反応が起きるかもしれないので色々いろいろと揃えてはいます えー、各種薬とあと経口、えー、補水液あとゼリーその辺りがあるんでもし辛くなっちゃったとしてもなんとかしのげるんではないかと思いますとりあえず、えー、と体温とあ定期的に体温と症状っていうのを記録していこうかなと思います